改めまして、小林修です。上田裕二です。では早速ですね、いろんなお話を聞いていきたいんですけども、まあ、とりあえずですね、来てもらった理由がありますので、そこから行きましょうかということで、デトロイトメタルシティの話を伺いたいんですが、これワーワーさんでですね、2月の6日から、金曜日ですね、毎週放送ということで、まあ、さすがに深夜帯の、0時30分からなんですけども、まあ、これはもともとが OVA。ですね、ビデオ作品でそれをということなんですけど、まあ、原作とかも有名ですし、まあ、映画もね、自社でなってますから、知ってる方も多いと思いますが、まあ、簡単に言うと、音楽が好きで音楽ミュージシャンになろうと思ってた男の子が、ひょんなことから自分の好きな音楽じゃなくて、デスメタルの方にバンドを組まされ、それにどんどんハマっていくというお話ですよね。まあ、基本的にはギャグですね。でもすごいギャグですよね。まあ、そうね。漫画のね、原作の漫画の方も相当評価が、そういう意味でも評価が高くて。で、まあ、実写の映画も、松山ケンイチさんでしたっけ？そうそう。主役でね。あれはすごかったですね、またね。もう本編みたいんですけど、よく見るだけで、あの役者すげえと思って。ああ、頑張ってましたね、松山。撮影現場もちょっと見学しに行ってみたりとかしたんですけど。なかなかハマってましたね、と思ったらこのアニメ で誰がやるのかなと思ったら上田さんだったというところで上田さんもすげえってことになるわけですが、不思議なのが、まあ不思議っちゃおかしいかもしれない、その実写だと、まあ、松山さんがその、素の時ですね、素の少年、根岸という少年なんですけど、もうやって当然そこに化粧してヨハネ・クラウザー2世というそのデスメタルのボーカルのキャラクターになっていくわけですけど、アニメーションは当然絵柄は書くものですか、手で書くものですから、声優さんがいるわけですよね、声の。その声優さんでキャスティングされた時に、ヨハネ・クラウザー2世は上田裕二なんですけど、元になってる根岸は違うんですよね。そうそうそう。岸尾さんなんですよね、岸尾大輔さん。そこはなんかその、一番初め伺った時に、そのキャスティングを。あれ、一緒じゃねえんだと思いませんでした。このまあ、でもそもそも、音響チーム、キャスティングチームの狙いとしては、はい、上田裕二は、クラウザー、っていうことだけが確定してて。そうなんですか、先に。根岸込みでのキャスティングではなくて。でも、なんか、俺の中では、上田さんって、過去、すごいいっぱいも当然キャラクターやってますけど、全然、何でもありな気がするので、やれば、やれって言えばできるような気がするんですよ。全然できるし、スタッフの方でも、はい、その案っていうのはもともとあったりはするんですけども。あったりはするけども、やっぱりあれですか、歌のシーンも含め、それぞれのなんか、素の時と、ヨハネと、クラウザーの時と、なんか、完全に変えるためって感じなんですかね。これきっといろいろ話すと長くなると思うんだけど、はいはい、ま、実写とアニメーションっていう2つの2本立てで、1つのプロジェクトが、はい、動いてって、で、まあ、よくありがちに芸能人キャストが流れ込んでくるかもしれないっていうことで、はい、全然実現はしなかったんだけど、根岸を松山君がやる案も途中では出てたりしてて、で、できればこの根岸という役を二重人格には見せたくない、でもキャストは変えてるんだけども、その際一人でやる場合にそっちにその二重人格という、解釈に陥られるのが怖いっていうのと、 あと画面の中で同時にバックでクラウザーが歌いながらも、歌込みでのもともとオファーだったので、はい、歌が流れつつもモノローグで根岸が喋ってて、途中からそのクラウザーのになってくる時がありますよね、心になっていくって言った時に画面全体が全部俺の声で埋め尽くされちゃうわけじゃないですか。そういう場合の聴感上の差別化っていうのを念頭に置いた時に、じゃあベストキャストの方がいいんじゃないかっていうところで、演出上いいという落ち着いた形なんですよね。やっぱりなんか普通に考えると、まあ、素人で考えちゃうと、一緒でいいじゃんと思うけど、やっぱりちゃんと音っていう部分で考えて、まあ、計画というか設計していくと、やっぱりそうではないこともあるんですよね。でも今そういう伺いましたけど、歌